はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病でね、子供ができなくなるという問題があります。性腺機能障害というのがあるんですけどもね、例えばその骨髄移植前に行う大量の抗がん剤とかね、放射線照射によってですね、性腺というね、男性やったら精巣、女性やったらね、卵巣がね、ダメージを受けて、移植後にはね、ほとんどの患者さんがね、精子や卵子が作れない状態になります。これはね、子供を作ることができないね、不妊っていうのに、ね、そういう状態につながって、女性の場合はね、その女性ホルモンが出なくなるためにですね、月経が来なくなって更年期障害のようなね、症状がね、出ることがあります。まあ、しかしね、その移植時のね、年齢が若かったりとか、ある治療法をね、経て骨髄移植をすればですね、性腺が回復して子供を作ることができたという報告もあります。まあ、これはですね、その患者さん側と先生が、どのような状態になっていくかというのを、病気の状況を踏まえてよく話し合ってね、治療法を決めていくことなので、性腺が回復しやすい治療法をっていうふうにね、希望してもね、思い通りにいかない場合があります。実際に僕もですね、その骨髄移植をするにあたって、子供ができない体になる可能性がありますよとね、言われました。ちょっと悲しかったですね、ほんまにね。まあ、次の子供のことは考えてませんでしたけども、こう突きつけられた言葉に関してはね、やっぱり考えるものがありましたね。そしてね、その性腺の機能が低下するとともにですね、その性に対する体の反応もね、低下することもね、事実でした。これらにはね、その血液疾患を患ったことでね、血液に障害が起こったことによってこのような問題が起こってしまっているんですよ。その血液やね、血管に障害があるとですね、生殖機能に影響が出ます。性的興奮をね、こう感知してもですね、正常な反応がね、示せなくなるんです。その人間のね、その生殖器にはですね、無数の血管が通っているので、脳が性的興奮を感知すればね、通常ならばその動脈にね、勢いよく血液がガッと流れ込むことによって、静脈がね、それに対してこう圧迫されるわけですよ。で、圧迫されて血液の流れがね、一時的に遅くなります。それによって形が変わるのが、通常の生殖反応でございます。そしてその生殖反応のことが終わりますと、圧力がね、下がって、静脈へ血液が流れて正常な状態に戻ります。このようにですね、血液や血管が関係しているので、白血病のようなね、血液疾患など、全身疾患をね、患ってしまったらですね、他の臓器と同じようにですね、生殖器も正常に働くことができません。僕はね、この事実を知るまでにね、ものすごく悩みました。事実を知ってもね、しばらく受け入れることができませんでしたね。で、このようなね、心の悩みというのはね、他人にはね、ほんまに相談しにくいんです。心の悩みというかね、体の異変なので、先生やね、看護師さんに相談すればね、きっとこのようにね、さっとこう説明してくれたんでしょうけども、入院中のね、このようなことをね、悩み出したばっかりの時っていうのは、とてもじゃないけど、もう恥ずかしくてね、ほんまに聞けませんでした。僕はね、この幸い自分でこう調べてね、医学的な言葉っていうので、事実を知ることで、さらっと受け入れることができたので、立ち直るのがね、割と早かったです。だからってね、今は元に戻っているのかと言われたら、そうではありません。病気になる前のようなね、全ての臓器っていうのが健康体ではありません。で、この悩みっていうのは、ほんまに男女問わずだと思います。そういうね、悩みっていうのとか、そのね、パートナーに対してもそうですけども、受け入れたいと思って、頭では思っていても、体がね、受け入れる体制をね、整えることがね、できないんです。で、それに付け加えてですね、子供ができなくなるというね、不安要素もありますので、余計に悩みます。でもそれはね、病気が関係していることなので、病気が和らいできたら機能も少しは回復してきますのでね、頑張って病気をね、治していきましょう。もしね、同じようにこの悩んでる方がね、ちょっとでもね、理解していただけたらなとかね、少しはこう納得してもらってね、心が落ち着いてくれたらいいなと思ったんでね、思い切ってね、この内容をね、動画にさせてもらいました。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。